2台のオーディオカーを経て鈴木 K スポーツにたどり着いた安部ちゃんさん。内蔵アンプの物足りなさを感じたところから新たなシステムアップがスタート。静岡県のレジェーラと相談しつつ適材適所の。システムアップを着実に積み上げていくことになった。リアシートを撤去して外部パワーアンプを追加。 思い切ったカスタム処理で走りのイメージも注入。前編でお伝えした通り2台のオーディオカーを整理して、1台にオーディオユニットを集約した阿部ちゃんさん。そこからは新たなオーディオカーとなった K スポーツに全勢力を注ぎ込むことになる。当初はサイバーナビの内蔵アンプを使ったシステムで、スピーカーをドライブしていたのだが、 徐々に物足りなさを感じていく。以前乗っていた鈴木、ワゴンハールで外部アンプを経験していたので、なんだか内蔵アンプでは満足できなくなっていったんです。そこで取り入れたのがアークオーディオのパワーアンプであるアーク100.4でした。大型のアンプだったこともあって、思い切ってリアシートを取り外してアンプラックを作ることにしたんです。 リアシートの撤去と聞くとかなりヘビーなカスタムスタイルと思われるが、阿部ちゃんさんにとってリアシートの撤去はオーディオのためだけではなく、走りのイメージを内装に取り入れるためにも望んだカスタムスタイルだった。内装にスパルタンな走りのテイストを加えるのにも、リアシートの撤去は絶好のカスタムだと思ったのと、 オーディオ的にも役に立つカスタムとあったので迷わず実行しました。外部アンプの追加は想像を超える音質向上の効果があり、内蔵アンプで鳴らしていたシステムとは、大きくグレードアップしたサウンドが楽しめるようになったという、同じスピーカーを使っているのにパワーアンプが、違うとここまで音が違うのかと思いました。 サウンドの力強さが段違いにアップしていたのですごく満足しました。エンクロージャーを組んでサブウーファーを設置。低音高音までのクオリティを統一して完成度アップ。外部パワーアンプを取り入れた際にシステムデザインも変更。プロセッサーにはヘリックスの DSP Pro MK2 を導入することした。 DSP Pro MK2 は調整能力の高さがセレクトの理由でした。システムに取り入れてみるとフロントステージとサブウーファーとの音のつながり感がすごく良くなったのを感じました。緻密な調整能力がしっかりと効果を発揮したのだと思います。すっかりサウンドの進化に気を良くした阿部ちゃんさん。次なるステップとしては低音の強化を実施する。 当時は手軽なパワードサブウーファーを使っていたのだが、本格的にエンクロージャーを組んでサブウーファーを設置することを計画する。サブウーファーユニットにはブルームオーディオの WX250 をチョイスして、最適なサイズのエンクロージャーを組んでもらいました。すると低音の質感が一気にアップしたのを感じたんです。これで高音から低音までのサウンドが、 一通り完成したのでバランスの良い音に仕上がりました。バランスの良いサウンドを完成させたオーナー。ここからは気になるポイントを徐々に。システムアップするスタイルでオーディオを楽しんでいく予定だという。想定しているシステムアップは数多い。フロントのンウェイか DSP のグレードアップ。さらには、 ケーブル類の変更なども気になるメニューだという。それぞれの変化が音にどんな変化をもたらすのかを体感していきたいという。スピーカーは気に入ってるので、周辺の機器を進化させることで、どこまで音がグレードアップして、行くのかを少しずつ追求していきたいと思っています。ずっと聴いていたくなるほど心地よいサウンド。 愛車のコックピットで音楽を聴くのが楽しい。満足のオーディオシステムが完成した阿部ちゃんさんの K スポーツ。普段使いから通勤、ドライブ。さらにはサーキット走行までオールマイティに活躍中だ。走れるオーディオカーも目指しているところなので、この車で色々な楽しみ方をしていきたいと思っています。 そのためにあまり重くなりすぎないように注意して、オーディオシステムを組んでいく予定です。オーディオのグレードが上がって高音質化を果たしてからは、車内で過ごす時間が増えたという阿部ちゃんさん。仕事から帰っても駐車場で音楽を聴き続けていることも多い。そのままずっと車に乗って音楽を聴いていたくなるほど心地よい時間だという。 また気が向くとフラットナイトドライブに出かけることも多くなった。車の運転も好きですし、車の中で音楽を聴くのもすごく楽しいです。どちらも楽しめる今の環境が気に入ってます。大好きなアニソンや女性ボーカルを主に聴いています。友人にもオーディオ好き車好きがいるので、 お互いの車を聞き合ったりして切磋琢磨するのも楽しいとか今後も車とオーディオの両面の楽しみを追求するシステムアップを実施していく予定だ土田康弘パイプライターデジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職バイク雑誌や 4WD 雑誌の編集部で勤務 独立後はカーオーディオ、車、腕時計、物系、インテリア。アウトドア関連などのライティングを手掛け、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負い。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。